忍者バットマンザショー公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。我々シャベンジャーズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。シャベンジャーズで MC を務めさせていただいておりますジャガモンド斉藤とアメコミ侍柳生源流郎です。イエイ。実はちょっとこんな格好をね、はい、お互いしながら、お互いって言って、はい、わしはいつもこうやけど、そうなんです。君どうしたの？ちょっと説明が多いんです。彼は私服で、僕は衣装です。ちょっとややこしいんですけど。いつもこう思われてるかもしれんからね。実はあの2月22日が、はい、忍者の日ということでございまして、はい、私ちょっとこういうね、うん、忍者の衣装をさせていただきまして、はい、こちら小田原城に、小田原城ですよ。来させていただいているんですけど。本物の忍者の2人が本物がいるんです。はい、まあ、具体的にどういうことをね、はい、やったか、ちょっといろんなねこう試練を、そうなんですよね、やれと言われてやらされたんですよ。やらされ、大変でした。大変やったよ。命がけでした本当に。ね、ギリギリ進んでるところやったから、ね、いや本当そうです、あれミスってたらもうこの2本目の収録できないんじゃないかっていう話になってましたから ね、ギリなんとかいいの、はい、はい。まあ、どういうことをやったのかというのは、うん、ぜひ皆様、シャベンジャーズの方のチャンネルをご覧いただきたいと思います。はい、はい、さあということで、はい、まあ、この回ではちょっとこう、うん、まあ、重大発表を、忍者バトルに関する重大発表を受けるということで、はい、ここにいるんですけども、ちょっとね、お二人はだって知らないですよね、忍者バットマンの重大発表。じゃあなんでいるんだって話もあるんですよ。そうですよ、ね。はい、ジェフさんは知ってそうですけどね。実は、うん、私ちょっと分かってます。え、はい、もうすごい元々にあの、まあ、アニメと漫画とコミック、はい、あのアメリカの出身だから。お好きなんですか。そうなんです、ね。好きです。先言ってくださいよ。いやいや、スタッフ慌ててますよ、ちょっとなんか、ね。あ、そうですか。じゃあ秘密してよかった、すいません。もう喋る時からそうですけどね、ジェフさんちょっと余計なこと言っちゃうんですよね。終わっとってね。そうなんだよね。そこがいいんですよ、ジェフさん。ありがとうございます。ね、ちょっとじゃあ知ってる人が。そうですね。お、なんかどあ、え、なんやこれ。くせ者シュッ。あ、なんだお前たちは。である下村さんのおじいさんに来ていただきました。ありがとうございます。はい、お願いします。さあということで、さっきも話したんですけど、このお二人から忍者バットマンの重大発表を聞くために僕たちは、そうなのよ、頑張ったのよ、ね、忍者の試練いただいて頑張ったんですよ、ちゃんとね認めてもらいましたもんね。はい、はい、忍者ですもんね、僕らは。忍者です、成長しました。いや、ありがとうございます。本当ね、はい、私意外とジェフさんもアメコミ好きらしいという、それを知らなかったからさ、もっと先に聞いて、ね、あのシャベンジャーズのチャンネルで初めてアメコミの情報をゼロでやりましたから ね、 そうだよね。さっきそうだったよ ね、何のロケなんだっけって思いましたね。最後の苦し紛れのリーグオブアサシン の無理やりさ、そう、ね、しかもみんなピンと来てなかった、ね、来てなかったっていうリーグオブアサシン、ね、あの一言だけでしたよ、本当に。そうですよ、でジェフさん、バットマンも好きなんですか。いや、元も好きです。じゃあ今日の重大発表もちょっと楽しみですよね。すごく楽しみしてますね。合格してよかったね。いや、もう本当に上から来られました。心配してました。先生より上から来てました。今回はその忍者バットマンのもう本当仕掛け人のお二人が来てくださってるわけですね。楽しみにね、ちょっと情報をね、はい、楽しみにしてます。先生もぜひ一緒にお願いします、はいはい、ではでは、はい、早速本日の重大発表その1です。アンサンブルキャストを大募集いたします。詳細はこちらです。はい、男性のみの募集、はい、舞台やショーなどでダンスやアクロバット経験がある方、そして稽古期間、2021年6月中および本番期間の2021年9月末から12月5日のスケジュールが可能な方ということでございまして、まあ、一時が今からあるということですよね。はい、え、これちょっと勘違いかもしれないですけど、はい、本番のキャストはもう決まっちゃったわけじゃないんですか。今、はい、絶賛キャスティング。あ、いいわけです。あ、キャスティング、じゃあ、ほんまにもう役付きで出れる。そうですね、アンサンブルキャストということで、うん、この劇中のコウモリ衆、あ、なるほどね、はい、忍者の一人として、はい、盛り上げてもらう、だから一緒に参加していただくという本当にキャストを募集すると。なるほど、すげえ。もうお二人、だからお二人も全然、あ、ほんまですね、マジ忍者ですかね。でもお二人も、あ、もうそうですね。あ、そうか、もう忍者やから。我々もう今日本物認定されてるんで、そうだ、僕らも資格があるっていう、うん、
そうなんです。こんな目立つの出てるんですか？そこはちょっとちゃんと衣装を、そこはちゃんとそらそう衣装自前じゃないんで。そうなんですね。ただダンスとアクロバットが必要だよね。そうですね。確かに動けないといけないですもん。今回ショーということなんで、はい、このダンス、アクロバット、まあ、この要素の部分もふんだんに取り入れているので、その身体能力、ディック・グレイソン的な人が必要なんです。ディック・グレイソン、だいぶ必要よ、それ。そうか、ハードルの性格であれば、はい、まあ、そこまで持ってる人がいればね、まあ、ちょっと詳細またね、見ていただきたいと思います。はい、ぜひ。ちなみに今、男性限定って話でしたけど、はいはい、女性のチャンスは本日、2月の22日、はい、まあ、222で忍者の日、はい、そうですね、さっきも言いました。もう一つあるじゃないですか。は、うん、ありますね、うん、ありますよね、はい、僕の大好きな、はい、猫の日。猫の日、猫の日、にゃー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 ね、はいはいはい、なんですね、うん、で、まあ忍者バットマンで、はい、猫の日と、猫といえばということで、重大発表のその2が、忍者バットマンザショー、はい、キャットウーマン役も、募集します。え、ちょっと待ってくださいよ。これは、はい、キャットウーマンって本編で、そうだよね、かなり出しろがあったキャラクターですけど。そうです。今キャスティングをしておりますが、はい、3チーム4チームでチーム編成で出て、はいはいはい、ショーをやっていくわけなんですけど、はいはい、その中の1チーム内緒2チーム、キャットウーマン役を募集しようと。だからセリフもガンガンあって本編にもガンガン絡むような。そうですね、本編でガチで、一応条件がですね、はい、女性のみ募集、ね、もちろんそうですね。一応身長が160センチ以上の方、まあ、そうか、タッパが必要ですね。また舞台やショーなのでダンスアクションの経験がある方ですね、うんうん、で募集、稽古期間が、2021年6月中、先ほどと一緒ですね、はい、および本番期間9月末から12月5日のスケジュールが可能な方、はい、はい、これを今から募集する、はい、で2次とかもあるっていうことですね。なるほどなるほど。これだってセリフ量結構、まあ、僕らアニメ映画しか見てないですけど、セリフ結構ちゃんとこう、ある、普通にある、めちゃくちゃキーポイントのキャラクターよ。そうですよ、うん、それは今このこれをきっかけに募集する。今じゃあこれ見てる人から選ばれるかもしれない、ね、このなんか、ね、そうです、このこれをご覧になってる皆さんから選ばれます。すごいね、夢の企画じゃないですか、ね、マジで。これだからジェフさんの彼女か奥様とかいらっしゃれば、ね、相談します。でもバッファ歴史っていうと、もうミシェル・ファイファーで、ね、アリベリで、ね、そして次は誰でしょうかね。あ、すごいと思う。ジェフズガールの可能性がありますね。ジェフさん、奥さんです。奥さんガール、ね、すごい、しっかり言っとかないと思う。そうだったらジェフさんももうね、トゥーフェイスかなんか出ればいいんですよ。確かに、確かに、その役を防止してるなら。うわ、すごいな。企画を皆さんね、うん、ふるってご応募いただければ。いや、本当そうですよ。夢のような企画。なかなかこんな機会ないんで、ないですよ、普通は。でも逆にね、あのしゃべりんじゃさんの公式の方から、あ、うん、忍者バットマンやるんだ、ショーを、うん、っていうところで、ねねねね、今初めてこのショーの存在を知った人もまだ間に合いますよっていう。そういうことですね。そういう経験というかね、そうなんだとかは。いや、これすごいね。すごいね。一緒に作っていくみたいなことですよ ね、はい。重大発表その3、全国の忍者パフォーマー必見、忍者バットマン座賞公式忍者応援団募集します。これはどういうことですか。全国の忍者施設で活躍しているパフォーマーの方々から忍者バットマン座賞公式の忍者応援団を募集します。全国の賞を取るんですね。ちゃんと言ってくれました。なるほど。詳細がね、こちらですね。詳細出てますね。公演公式グッズの贈呈で、現在発表されているグッズに加え、まだ未発表のグッズも含めて全て全てお渡しします。全部くれる。はい、おーおー、ここからガンガン出してくんで嬉しい。で、本ショーの前説としてスペシャルステージをご用意。出るわけですね。前説つまり、はい、ショーの前に、はい、皆さんの忍者の応援団の方々のパフォーマンスで前説で盛り上げていただくという。すごいそれ、大役めちゃめちゃハードル上がりますね。本物が先にやってる。中にはね、中にはもうそれもやっていただいて。なるほど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 。そうなんです。で、実際に、はい、その後の発展
典型最終形としては、はい、何なら実際のショーの中でもなんかコラボできるシーンとか作っていければいいなみたいな話も今してるんだ。なおじいとなるほどしてます、はい、これ結構すごくないですか。すごいそうなんです。うってつけじゃないですか。じゃあもうそういう意味で最高なんです。忍者のショーやってみて、前説として忍者のショーやってもらうみたいなのを忍術を教えてる先生ですか。そうですよ本物なんですか、はい、え、2人でどうですか前説みたいな。やりますか。先生が決めてください。何そんな不安そうに。伺っちゃったから。ジェフさんが本当は偉いんですか。黒幕じゃなんかやりたいですね。もうすごくもう、ね、バンダンザショーはもうすごく忍者にもいろいろね、はい、な団体があるので、はいはい、本当にこうショーでね、うん、アクロバットにバッとやってる人もいるし、盾って言って、はいはい、剣をさばくような人たちもいるし、でまた我々みたいにどちらかというとリアルな忍術でやっている、うんはいはい、まあ、古武術に近いのかな、そういうことをやってる人たちもいて、はい、いろんなこうジャンルがいるので、はい、まあ、そのいろんなジャンルがね、こう一緒になって盛り上げてもらえるとめっちゃいいかもしれないね。マジの忍術を見せれるっていう最高で違う人最高ですよね。最高ですよ。わ最高じゃないですか。ちなみにこれ応募方法とかあるんですか。はい、応募方法がですねこちら、うん、複数名の団体、まあ、グループで、アクロバットやダンス、パルクールなどパフォーマンスの動画を撮影していただいて、はいはい、2分以内で、はい、で、忍者バットマンザショー公式のツイッターアカウントをフォローしていただきます、うん、ハッシュタグコウモリ衆ハッシュタグ応援団をつけて撮影した動画をツイッターに投稿していただくと。で、我々の募集期間が本日2月22日から6月の30日まで募集いたしますので、選ばれた団体様にはツイッターの DM でこちらからお知らせいたします。なるほど、そういう流れになっております。ありがとうございます、はい、なのでぜひぜひ、まあ、もう今日この後動画を撮っちゃえばいい。確かにそうですね。すぐできる。どこでも撮れますよ。あれどうですか、誰見つかないように。ああ、クセモノ。クセモノも出演したがってますね。クセモノはすごい出しゃばってますから。クセモノも出演したがってますから、分かんなくなって。クセモノ。さあ、ということでいろいろね、重大発表がね、ほんまに重大発表やったよ。ガチの ね、冗談じゃなかったですけど、ね、本当にね。そうなんです。いや、ありがとうございます、今日はね、本当にね。ありがとうございます。でですね、はい、今回のショー、グッズもたくさん作っているの で、そちらも今日お持ちしました。そうなんですか。実は見てないですよね。うん、見てない。どこにあるんですか。どこにあるんですか。おっと、あれ、うん、これ、こちらバッチがピンバッチになります。かっこいい。すごいかっこいい赤で、これ、カバンみたいな。本当だ、ね、家紋っぽい感じで、ね、はい、ぜひぜひ。すげえ、陣川さんにつけていただきました。いいな。今ね、いくらでもできる。そうなんです、他にもね、うん、あるんです。あ、まだ終わりじゃないですか、うん、あるんです、あるんです。え、なんだろう、なんだろう、ここにね、あるんです。あ、あれ、楽しいさん、なんすか、そのかっこいい。ちょっとキャップが、いつの間に、ちょっと見せてください、それ。いや、僕らも被りたい、ね、欲しいな、それ、ちょっと。えっ、これ何？あれ？あれ？なんだこれ？お二方にもキャップを。あら！同じやつ！かっこいい！かっこいい、これ。そうなんです、キャップも。え、これ暗闇に潜むバットマンマークですよ、これ。ねえ。これもグッズになってる。はい、グッズで。あら、素晴らしい。これはかっこいい。最高ですね。かっこいいね、これ。ありがとうございます、ありがとうございます。いいですね。嬉しい、ありがとうございます。陣川さん、全部ありがとうございます、はい、ありがとうございます。全部、陣川さんからこっちサイドからもらってないんですよ。本当に陣川さんが全部認識して興奮してきたもんなんで。忙しい。もう汗かくわ、ワクワクしてきましたね。 あれ、えどうした。何、レグさん、それ。あ、なんだこれ、いつの間にですか、これ。え、こちらもグッズの。これも、これも三つ目。はい、三つ目。お、手ぬぐい。あら、手ぬぐい。手ぬぐいだ。おお、忍者バットマンのマークがいっぱい。手裏剣とね。かっこいい。手ぬぐいなんか忍者と似合いますね。そう、ね。もともとね、忍びは忍び六具っていう中に、実は手ぬぐいは入ってる。あ、そうなんだ。
入ってる、理にかなってる。そうだ、忍者ならではの、ね、そうなんや、汗も拭けるし、包帯にもなるし、なるほど、そして紐にもなるし、はいはいはい、相手を捕まえた時に便利だね。万能グッズとしてぜひぜひ、そういうことですね、お買い求めいただければと。もう以上ですね、じゃあ。いや、まだね、あるんですよ。まだあるんですか。ちょっと、今あれあれあれ、中のシャツ変わってます。あれ、おおおおお、なになになに、そうなんです、 T シャツをね、はい、実は作ってまして。あ、一種類だね。あれあれ、なんでさっきまで黒に着てたけど、本当だ、白くなってる。え、おおおおおお、あるんですよ、 T シャツが。ジョーカーやな。そうなんです、そうなんです、そうなんです。今回はこの2種類の T シャツが出てるって。実は3種類あるんです。え、どこに？あらー、なんでだよ、カマさんが。なんでだよ、こっち側に。ピーパーさん、ちょっとまあ別にそんな。めちゃめちゃジョーカーって書いてある。広げていただくと、こんな感じになってまして、かっこいい。後ろもかっこいいですね。後ろも、あ、本当だ、後ろこっちがロゴになってますね。はい、こんな感じで、基本じゃジョーカーの、今はジョーカーの全部ジョーカー T シャツが3種デザインがあります。第六天魔王ジョーカーですね。はい、あー、いいですね。キャップもそうだし、 T シャツとか、ね、バッジもあって、手ぬぐいもあって、これでじゃあショーを見に行くという、そういうことですね。ことですね。ぜひ遊びに来てもらえればと思うんですよ。はい、いやもう素晴らしい、見事なラインナップです、はい、本当にもうありがとうございます、思います、ね、はい、以上ですね、じゃあグッズはね、うん、はい、いや、まだあります。え、はい、ジェフさん、どうしたんですか。これあっ、なんだこれ、何ですかこれ、何それ。ギフトカードが、ギフトカード、どうなります痛かったなぁ、今手裏剣ではなくギフトカードで投げちゃいけないんですよね。そうです、本来はそういう使い方じゃなく、うん、人に投げてはいけませんって 出さないといけません、うん、今テロップで出てるんで、バットマンのジョーカーの柄のギフトカード、おう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 、なのでこちらで買って、うん、まあ、チケットの代わりになるので、うん、こちらでご来場いただければということでございます。すごいですね、はい、じゃあジェフさんにお返ししますよ。いきますよ、ジェフさん。いいよ、ジェフさん、くれ、はい、シャッタートン、あー、わかってるですよ、よかった、うまいんだよ、ワクワク券ですね、これ採用ですね、素晴らしい。今後のニンジャバットマンの展望というかね、はい、見どころみたいなのあったらぜひ話したいんですけども、あのやっぱ一番はその夜をテーマにした、ミュージカル作品になるよっていう、全国の忍者の皆さんと一緒にパフォーマンスを作り上げていくので、あの小田原のね、風魔忍者っていうのはちょっとね、もともと悪党のようなね、ヒールなところがあって、ちょっとこう影があるところがね、こうバットマンとこう被るところがあるのかもしれませんしね、ぜひバットマンを応援していきたいですし、これから演出もね、非常に素晴らしいものがでしょうし、全国の忍者の仲間たちにも呼びかけて一緒に作っていけるっていう、この仕掛けがすごく楽しみですね。はい、ぜひ楽しみにしていただきたいです。さあ、ということで、今日は、小田原市観光協会の全面協力ということでございまして、こういうふうにね、成立してるわけなんでございますが、詳しい施設情報は小田原城の忍者館公式ホームページをチェックしてみてください。はい、ということで、以上ね、いろんなものが終わりましたけど、本当にね、野球さん楽しみですね、これは、ね、楽しみですね、うん、まあ、もちろんその舞台も楽しみです、この忍者館もね、はい、そのコロナ禍、まあ、緊急事態宣言とか終わって、うん、また皆さん来れるようになったら、めちゃめちゃ本格的ですここね、なんで忍者好きの人も 100% 満足できますここ、うんうん、びっくりしました、僕も今日展示物とかもね、びっくりしました、ありましたこれ、ぜひお越しいただければと思います。そうですね、ぜひね、コロナも落ち着いたあたりでね、ぜひご協力お願いいたします。はい、さあ、ということで動画も最後になりますので、なんかどうですか、なんか締めというかね、うん、終わり方なんかあれば、ならではのなんか忍者っぽいの、せっかくなんでなんかご指導いただければ、そうですね、はい、それでしょ、A でいきますか、皆さん、 A でいきますか、おなじみのみたいな A っていうか、 A でいきますか、はい、ということで忍
ジャーバットマンザショー、これからもですね、新しいニュースいろいろお知らせありますので、皆様お楽しみにしていただければと思います。皆様大変にありがとうございました。ありがとうございました。バットエイ、エイ、エイ、エイ。